ダノンダノンは食品を手掛ける多国籍企業ユーロネクストパリに上場しフランスのパリに本社が置かれているヨーグルトやミネラルウォーターシリアル食品やビスケットなどの製品を世界的に製造販売している経営体としてのルーツはガラス工業の BSN にある BSN は1981年ダノンを買収し 多角化の末1994年に社名をダノンに改称した。2014年現在も BSN 創業者一族、リーブー、シュルンベルジェのジャンを排出がダノンを代表している。ただし同年からベインカンパニーやベアリングス銀行でキャリアを積んだエマエルが CEO である。創業者イサーク・カラッソ、英語読み、アイザック・カラッソの子ダニエル・カーラソ、 のカタルーニャ語での愛称の一つから命名された。ダノンの歴史は1919年にアイザック・カラッソによってバルセロナに設立された小さなヨーグルト工場から始まった。工場の名前は息子ダニエルの愛称ダノンとした。10年後最初のフランスでの工場ができたが第二次世界大戦の間にダニエルは会社をニューヨークに移しダノンミルク。 ダンノンミルクプロダクツインクを設立した。1959年、ダノンがベアトリスフーズに買収された。ベアトリスは合衆国が1970年代、初頭の慢性インフレに陥るまでに、エービスレンタカーやトロピカーナも買収して、万も企業となった。拡大経営に疲れたベアトリスは、1981年ダノンを記事の主役である BSN に、 1985年科学部門をインペリアルケミカルインダストリーズに1988年トロピカーナをシーグラムに売却した。1986年にはコールバーグ・クラビス、ロバーツ、KKR がベアトリスをデワレッジド・バイアウトの標的に掲げ、そこへマイケル・ミルケンのドレクセル・バーナム・ランバート、ドレクセル・バーナム・ランウェールも参加して、 バラバラに解体した残りを1990年、コーンアグラブランズに売り渡した。1958年、アントワーヌがリオンで一世紀近く続いていた王子のガラス工場を相続した、ソーチョンニューベゼル。1966年、ノール県の板ガラス会社、グラスデと合併し、BSN となった。1968年、 パリはラザードアブがアムロから支援を受けてサンゴバ番にデバレッジ・ド・バイ・アウトを仕掛けた。ウォール・ストリート・ジャーナルが勇者、ダビデ、BSN が巨人、ホリアテ、サンゴン・ニムと書き立てた買収運動であったが、テロリストがアントアーヌのアパートを爆破する事件とサンゴバ番株主の必死な救援とによりサンゴバ番が防衛に成功した。以降 BSN は急に水と醸造へ進出した。 1970年エビアンとクローネンブルグとヨーロッパビールを買収したのである。1973年 BSN はダノンと出会った GD と合併したのである。一連の経営拡大はキャッシュより証券を利用して行われたので BSN はオイルショックを耐える力をセーブできた。1973年にはスペインのエバンザを参加に置いた。 1978から79年にスペインとベルギーの醸造業へ資本参加したが、資金は高かった。フランス政府の同伴で、あらかじめ BSN はジェームズ・ゴールド・スミス、ジミーのジェネラル・オクシデンタルと株式交換し、フランスの食品製造4社を吸収していた。1980年、BSN は 西ドイツの板ガラス事業をピルキントンに売却した。それからは、ドイツオーストリアベルギーオランダの板ガラス市会社を売り払った。1982年には、ノール県ブーソスの工場を処分して、板ガラスから完全撤退した。BSN がベアトリスからダノンを買収したのは、このような整理が進んでいた1981年のことであった。1983年に、 GD が BSN と解明した。ミッテランの後押しで BSN はオートメーション化により従業員1000人を解雇した。1984年7月、業績回復に水を差す形で BSN とサンゴバンがベネルクスのガラス市場で価格カルテルを結んでいたとして欧州経済共同体が両社におよそ320万ドルの制裁金を課した。1985年、 BSN はガラス瓶等の生産事業を VC に売却して現金の代わりに同社の株式を受け取った。1986年、ルの親会社であったジェネラルビスケット、ジェンララビスケット SA を買収した。西ドイツのゾネンバサマンも買収した。1988年8月、ベルギーのマースビール、イギリスの HP 食品、アメリカの LP、 の3社を買収した同年 KKR が RJR ナビスコ1999年からナビスコを買収したが翌年 BSN が RJR ナビスコのヨーロッパ事業を25億ドルで買収した BSN は1986年にイタリアのパスタ会社アンジェロ・ギギを買収したが1989年も企業買収という名のイタリア政策を実現した 1990年、BSN は、シャンパンのランソン、と、ポメリー、を LVMH へ31億フランスフラン、6億 US ドル超、で売却した。1992年、アニエリケ、とネスレが、ペリエの支配権を争った。そこで、BSN はネスレに接近し、ネスレが、BSN に、ボルビックを5億ドルで売却することとなった。1994年中頃、 BSN は社名をダノンと改めた。1990年代初頭に BSN が遂げた急激なグローバル化もあってグループの収益にガラス分野は1割も貢献していなかった。1996年アントワーヌが引退して息子のフランクがダノン会長兼 CE となった。この年ワハハと合弁事業を立ち上げた。1998年パンザに オパリバに、キャラメルバー、オキャドバリーに売却した。マイユとアモラ、ゲン、ユニリーバも処分された。HP や LP は手元に残した。1999年、ダノンは、ガラス産業からの完全撤退に動いた。コンテナ事業は、ゲレシャイマーの瓶詰事業と合併させた、BSN グラスパック。この新事業に関し、ダノンの持ち分は44%で、 残りは全部 CVC キャピタルパートナーズが保有した。2000年、マッケソン、マッケソンウォータープロダクツカンパニーのペット詰め事業を11億ドルで買収し、ダノン飲料の販路をアメリカに大きく広げた。イギリスでは UB から地球規模での営業譲渡を受けた。2001年ストニフィールド株を39%、2003年末に80%を 取得、同社を参加に収めた。2001年ヨーロッパで従業員2000人を解雇、2002年ガルバーニを処分した。2003年最後のガラス事業の持ち分をすべて処分した BSN グラスパック。ここでフランクの整理方針が概ね実現し、経営する産業分野はデイリーと水とビスケットに絞られた。それ以外では HP 食品、LP、 のソースと、スペインの魔王ビール、株を33%保有するのみとなった。これら余剰は2006年1月までにすべて売却された。さて、それからのダノンは、世界食料価格危機を知ってか、ビスケットもリストラするようになった。2004年ジェイコブズを UBE に売却したのである。一方、2002年から進んでいた、コカ・コーラとの提携が2005年に、 公便事業を買収され解消してしまった。しかしコカ・コーラはエビアンを北米で売り続けた。ナショナルディフェンスを前にダノンは競争権の事業を投げ売るしかなかった。かっこたる意思もなかった。なぜならダノンには支配株主がいなかったのである。ネスレ、ユニリーバ、クラフト、ゲンクラフトハインズ、コカ・コーラといった大物に買収されるかもしれないとしばしば噂された。 オーナーーナ的存在を欠く実態は、ミュ,ーチュアルファンドの躍進であったろうと考えられる。当時、彼らの主たちは、グローバル化したばかりの光海底ケーブルも乱用して、仲間内に短期取引と時間外取引を協定し、不正競争に手を染め利益を上げていた。2006年までに、ワハハガルとエビアンに並ぶ主力ブランドに成長した。ワハハとの合弁事業は、 グループ収益の5から6%を稼ぎ出していた。2007年に、公弁事業の支配権をめぐり、ワハハと争うまでとなり、あらゆる自給行為と法定闘争の末、両者は年の瀬に急戦しだ協定を探り始めた。これが片付いてから、ダノンは資産構成を劇的に変えた。2007年7月初旬に、ビスケット事業をクラフトへ53億ユーロで売った。 一週間も経たないうちに123億ユーロでヌミコを買収した。これでベビーフードに関しては世界第2位のシェアを手にした。2008年フルコアをサントリーに売却した。2009年をコカ・コーラに売却しようとしたが中国のコートリーは却下した。そこで2010年プライベートエクイティファンドの財布社株を売却した。 この頃までにワハ母との合弁事業からも離脱していた。2009年12月、バークレーズのいるナンアノクローバーを完全支配した。2010年ロシアのウニミルクを買収した。高産資源地域の食品市場に対し、巨額を投じてシェアを拡大したのである。2011年、ウォックハルトの用事、医療用食品部門を買収した。2012年、 新興市場に対する長期戦略として、モロッコ事業に対する支配率を67%に上げた2015年10月から2013年8月4クランチを買収した。モロッコ事業は北アフリカ総合会社といい第一次世界大戦後の1919 19年に設立された。百二十八年から第二次世界大戦終戦まで、 ゼネラルモーターズの代理店であった。1953年にパリバが全く支配するところとなり、1980年にハサン2世が主要株主となった。これが2010年に解体されるとき、ダノンとクラフトが参加した。解体計画はムハンマド6世のコンツェルンが調整した。コンツェルンは1949年創立のフランス国営投進に同盟で、 1966年に設立され、1994年からカソブランカ証券取引所に株式を上場してた。世界金融危機のピークであった2009年、王のコンツェルンは23億マットの順益を上げた。この年の55.2億マットに迫る投資額は、主にサンタンデール銀行からワファバンクの株を10%がいた分である。同年からコンツェルンは、 経営規模を急拡大、翌2010年に北アフリカ総合会社との合併を宣言した。コンツェルンは投資ファンドに対する系列市会社の自立性を大胆に保障した。解体が落ち着いた2013年6月時点でラファージュとアクサがわずかながらコンツェルンの株式を保有している。前者がロシムと合併して2016年に コンツェルンが純益を34%増加させた。ウィキリークスは2009年12月の在モロッコ米大使館による秘密伝報を公表して、王宮と総合会社が腐敗した関係にあると非難している。ワファバンクの発祥は、モロッコとアルジェリアがフランスの植民地となった20世紀初頭にある。源流は2行だが、差し当たり片方法について述べる。 植民地銀行、コンプにフランセーズドクレデットイドボンクは、子会社を持っていたが、コンプにアルゲレーエンデクレデットイデボンク。1904年、その子会社が、モロッコのタンジールに、再の支店を設けた。1957年モロッコが独立するとき、タンジールを含む38支店も独立した。1964年それらは解消した、コンプにマラクエンデクレジットイデバンクビス。 CMCB。1965年、財閥、ムーレア・リケッタニがフィリップスとジョイントベンチャーを合意した。財閥は1968年、CMCB の支配権を握った。1980年 ATM を整備し、この頃は新たな経営者、アブドル・ホック・ベンナニを迎えた。1985年に、ワファバンクを名乗った、ワファバンク。行用は、セース。 モーゲージまで拡大していた。政府事業はノーウィッチとセントポール、後のトラベラーズのモロッコ政府に対する支配率を買収したものであった。1993年ワハバンクは株式公開し、翌1994年に財閥投資が死んだ。会長アブドルホック・ベンナニのリーダーシップによって2001年ワハバンクはビビビモロッコを買収した。 しかし別の買収案件をめぐってはクレディアグリコルと対立し、ワファバンクはテイクオーバーの標的となった。2003年10月に財閥が内紛の妥協を見て、ワファバンクの持ち株会社をモロッコ商業銀行に売却した。モロッコ商業銀行は1911年創立された強力な植民地銀行で、新・ワファバンク、アタイジェリワファバンクの第二源流である。 2004年、新、ワファバンクはクレディアグリコルと提携し、かつて支配権を争った銀行、クレデット・ジュマー・ウックのアセットマネジメント事業を買収した。なお、同年ビベンディがモロッコ・テレコムの支配権を握った。世界金融危機前後の数年間にわたって、新、ワファバンクは世界展開した欧州各国、セネガル、中東、イギリス。 2009年クレディアグリコルの西アフリカ事業を買収した。2010年庶民銀行、現、ブックスと共同出資で BNP パリバモーリタニアの80%を買収した。会進撃をアラブの春に阻まれたが、2014年に欧州事業を統合していく中でうまくドイツ銀行と商品開発を戦略提携した。 新ワファバンクのアフリカ事業は直ちに立て直せたわけでなくアイセルの弱体化を待たねばならなかった。新ワファバンクは日本企業がモロッコへ進出する窓口となっている。2016年には国際協力銀行と業務協力協定を締結した。両校は日本企業が参画する大型インフラ事業において協調融資を行うな。 緊密な関係を構築してきた。2013年に開催された第5回、アフリカ開発会議において、日本政府は2013年から2018年までの5年間で、最大3.2兆円を官民共同で、アフリカに出資すると表明している。2017年、ワファバンクが新規事業開拓を共同で検討するため、住友商事と了解覚書を締結した9月4日発表。 住友商事グループは1976年カサブランカに拠点を設置している。新・ワファバンクは2018年3月現在ベルギーの銀行カルテルアブ BVB に参加している。ビッグバンの頃に欧州委員会は大幅介入をもってベルギーの銀行部門における一元の競争制限的観光を廃止した。カルテルは対抗して3つの協定を届け出たが、 それらについて、欧州委員会は、ローマ条約第85条第1項の趣旨に反し、競争制限的であると判断した。協定のうち2つは、それぞれ、リベートの具体額や、リベート送金手数料の具体額に関する情報を、含んだ。3つ目の協定は、オフショア市場での業務手続きを定めており、そこにも競争制限的な条項が存在した。結局、 欧州委員会は3協定を認めた。業務多様化という実益とローマ条約第85条、第3項を根拠とし、協定の追加、修正を例外なく速やかに報告することを条件としていた。内モンゴル自治区の落農は、工業のように外資と関係していた。2014年、ダノンが10%近く参加する猛牛乳業と、内モンゴル猛牛、ダノンベイリー。 インナーモンゴリアメングニエデイリー CEOLTD なる合弁事業を立ち上げて翌年からダノンが技術指導して製品を発売させたこの時ダノンは社の株式を25%取得したが翌2015年に同社へデュメックスたの中国におけ用事向け商品事業を移管させたデュメックスはデンマークの極東会社合戦957年にタイへ設置した 子会社である。薬から粉ミルクまで製造し、軍から幼児までを顧客に抱える。2005年、デュメックスは極東会社がヌミコに売却した。2013年9月中頃、中国中央電子大が報じたところによれば、デュメックスから賄賂を受け取った、公営病院の医師と看護師を天津氏が訴えているということであった。2016年7月、 BNP パリバと JP モルガンチェイスの講演を受け、ダノンがホワイトウェーブフーズを買収した。2017年7月、ダノンはストニフィールドをラクタリスに8.75億ドルで売却すると発表した。2017年第一市販機の主要株主はミューチュアルファンドばかりであり、主位から MFS、ナティクシスのハリスが運用するオークマーク、オークマークファンズ、 ファーストイーグル、1999年に、ソジェンコ会社を参加において、顧問会社化、そして、バンガード。なお、ミューチュアルファンド以外の機関投資家で、ファーストマンハッタン、も貸している。ファーストマンハッタンの顧客は、バークシャーハサウェイの主要株主である。ダノン本社建物は、大西洋銀行、本部であったビルである。2000年、大西洋銀行が、 写真の建物から転居した。ここへ、ダノンが入居するのは2002年である。大西博司銀行を創立したのは、ウジェーヌ、である。彼は、ロスチャイルドのライバルであった、ペレール兄弟で、弟の方、イザークの息子である。1909年にロスチャイルドと、隕石関係となった。ジュール・グレビ大統領の時、大西洋事業に対する政府の支援が打ち切られた。 ペレール兄弟は大西洋総合会社を経営していたが、そこから政府が撤退したので、ウジェーヌは同社に対する持ち分を増やさなくてはならなかった。この資金を調達するため、オスマンサイム管理局の設立年に大西洋銀行が作られたのである。同行には親たちのクレディモビリエ同様に多くの株主がいた。クレディモビリエをミューチュアルファンドの原型とするなら、 大西洋銀行も経譜であった。マンボスを施行したが、大西洋間取引よりも地中海開発を当初は主軸に置いていた。将来的に大西洋へ進出するとして抑えるべき要衝が存在し、第二次モロッコ事件の年に大西洋銀行はモロッコ商銀行を設置した。1933年、大西洋銀行がフランス外交官御用達のドズル銀行、 ダサーイシーを買収した。翌年、ベルギー総合会社がダイヤモンド顧問会議を招集する手助けをした。パリ万国博覧会のスポンサーにもなった。1941年、商工信用銀行が大西洋銀行の支配権を握った。これは、ナチスドイツによるフランス占領が行われるきっかけとなった。占領により大西洋銀行の資本関係が整理され、 商工信用銀行の支配率が高まった。もはや大西洋銀行は商工信用銀行と競争する事業ができなくなった。代わりにまずホールセールを始めた。リテールは外人や外国滞在中のフランス人を相手に行った。オフショア市場の時代が到来して資本関係が変化した。1968年にモントリオール銀行が5%を獲得。 1974年にクレディトイタリアーノが商工信用銀行から20%を買収した。このような大西洋銀行がビッグバンでロンドンに代理事務所を設置した。1989年に世界中を飛び回る顧客を対象とした投資顧問会社を作ったヘルダー・マブリエ・カンパニー。外交官の銀行とあだなされるだけの世界展開を今日まで営んでいる。 法人ごとに説明を付す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。